つら放課後よくイチャついてるし、そういう関係なんじゃないの。いやー、夏休みって最高ですよね。会長も夏休みエンジョイしたんですよね。俺はひたすら勉強とバイトの毎日だったよ。まあ最後だけ生徒会のみんなで花火見に行ったくらいで。え、それだけ？それだけ。女の子とデートしたり？してない。へえ、なんかすんません。会長、そろそろトイレットペーパーでどうするつもりですか？あ、ここにいた。おお、なぎさ。なぎさも生徒会に用事？うん、そうだよ。かぐやさんにちょっと話があって。なんかエロい。バカ、そういう目で見るからそう見えるんだ。あの二人はそこまで行ってない、ただの勘繰りだから。どんな相談だったら調べてみましょう。調べる？どうやって？なんでよ。ちょっと僕ら生徒会室開けるんで、かけて待っててください。あ、はい。なんちゃって。柏木、いたずらさせていただきました。私たち、皆さんの考えているようなことはまだいたしてませんよ。ご安心ください。そうだよな、そんなのまだの。ええ、もちろん。いや、わかんねえ。篠宮家の分家筋にあたる名門一族、四条家のご令嬢、ウケルちゃんであり元おまけページの主、恋愛マスターではない。初登場はかなり早く、いろいろな場面で柏木カップルの後ろをふらふらと歩く姿や、おまけページで泣いているシーンが見受けられたが、本格的に会長である白金みゆきや、石上優と本編で関わり出したのはコミックス第10巻から。実は、柏木なぎさと付き合っている翼くんに、ずっと片思いをしていた人物でもある。しかし、とある少女の発言をはじめ、あらゆる負の要素が奇跡的に連鎖し続け化学反応を起こし、最終的にとある男が翼くん、片思いの相手に、壁ダーンとかいう技を授けたせいで、彼女は敗北者となり、生き地獄を味わう羽目になった。そして、成績は白金みゆきや篠宮かぐやに続き、学年3位の実力を有するが、彼女は2人とは異なり、本気を出していないため、やろうと思えば1位も取れるとのこと。現に、弟である四条帝は、とある理由から理系全国模試で、白金みゆきに20点差をつけて1位を取っているため、四条巻の潜在能力も非常に高いものであると、推測される。本編では、告白に失敗した篠宮かぐやのような扱いが多く、いろいろな場面で彼女と似たような反応をすることが、畳み受けられる。篠宮かぐやの天才性が、スパルタ教育による思考の速さ、模倣力、完全記憶なのに対し、四条巻の天才性は、先進的な教育による思考の深さ、対応力、選別記憶と言及されている。このように、思考アプローチは対極的ではあるのだが、なぜか似たような結論にたどり着く傾向にある、とのこと。また、四条巻は社交界に身を置いているため、篠宮かぐやのように、遠征感を抱いていないが、相手に対する警戒心は高い様子。また、篠宮かぐやと、帰国早退欠席状況が同じであり、1月1日という誕生日まで、全く同じ人物でもある。篠宮かぐや、おばさま、彼女にとって、鳩子大場に当たる存在。篠宮家と四条家は敵対関係にあるため、二人の仲も幼少期の頃からあまり良好ではなかった。しかし、四条巻本人は、このような関係に不満を抱いていた模様。ちなみに物語が進むにつれ、とある神が、篠宮かぐやに貸し与えた DVD がきっかけとなり、篠宮かぐやと四条巻の関係だけは改善した。クラスメイト、皮を剥いで舐めしてやる、間接的にとどめを刺してしまった人丸に、いろいろと相談に乗ってくれる友達の一人でもある。神々の戯れを見続け、誰にも相談できずに一人で悩み、泣きじゃくり、疲れ果て倒れていた四条巻を、とある少女が 100% の善意で、人が通るであろう場所に放置した結果、偶然通りかかった会長である白金みゆきに頭を踏まれたことがきっかけとなり、会長や石神たちと本格的な交流が始まった。また四条巻から相談を持ちかけることもあるが、会長が恋愛マスターの彼女に相談を持ちかけることもあり、お互いに良き関係を築いている。やべえ、人選間違えた。会長と同じようにいろいろと相談に乗ってくれる友達の一人、彼女の本質をぶったたくような石神の発言に的確なツッコミを入れつつも、自身の失敗談を語ることで、彼の背中を押してあげたりと、かぐや様と同様に非常に面倒見の良い一面が見られる。そのため、石神からもマジでいい人認定されている。そして、会長と同様に石神も彼女と良好な人間関係を築いており、彼を言うと、名前で呼んでくれる数少ない人物の一人。神はいないのか、謎のシンパシーを抱く相手？
絶対気分いいもん。いいの巫女がクリスマス編で紆余曲折あって腕を折った後、彼女と石神優のやりとりを見ながら、いいの巫女に対し何か思うところがあった様子が描かれている。そして、石神優に甘やかされまくるいいの巫女を見ているうちに、四条巻の倫理観は歪み出し、本気で腕を一本折るべきか否かを悩み始めた。そうなんだ、参考にするね。大切な親友、男をたぶらかすしか能がないヘンテコヘアピン女、大手造船会社会長の娘であり、経団連理事の孫でもあり、周知インビップ枠に数えられる人物の一人。兄が一人いる模様。基本的に仲良しだったのだが、田沼翼が柏木なぎさと付き合い始めて以降、彼女に複雑な感情を抱くに至る。ただ、学内学外問わず、神々のイチャイチャを見続けても、四条巻は柏木なぎさを本気で嫌えないなど、四条巻の人間性の良さが現れている描写が見受けられる。柏木なぎさについて、部活はボランティア部に属し、彼氏の翼くんと、仲の良い親友である四条巻の3人で日々活動している。物語が進み、かぐや様と白金みゆきの関係が変化し始めると、人生の先輩としてかぐや様にいろいろなアドバイスをしたり、とある DVD を貸したりしてくれた人物でもある。ちなみに、大人キッスからは40秒、初キスからは2ヶ月くらいだったらしい。そして、昔から四条巻と同じものを欲しがる、といった可愛い一面もある模様。思い人であり、大切な友人の彼氏、ある病院の院長の息子であり、妹が一人いる模様。とある少女と、とある男が、善意という名の余計な助言を彼に与えた結果、事態は壁段へと発展し、彼は柏木なぎさと付き合うことに成功した。そうして、彼女と共に濃厚な時間を重ねていくことになり、四条巻はそんな神々の意向を直に浴び続ける日々が始まった。親友である柏木とイチャイチャしまくってる様子を見続けても、未だに彼のことが諦められないなど、複雑な感情を持て余している。余談ではあるが、とある名医は若い頃に、軽い気持ちで女の子と遊びまくり17歳の時に子供を作ってしまい、その名医の息子も17歳の時にできちゃった婚しているらしく、その孫も今年で17歳になるらしい。ただし、翼くんは体育祭編以前に、僕たちはちゃんとしている、と会長に話しており、何をちゃんとしているかは不明だが、僕たちはちゃんとしているらしい。そして、四条巻が涅槃に至るべく弟と一緒にインドへと赴いていた時、白金みゆきと篠宮かぐや、石神優と小安つばめたちが、おのおののクリスマスイベントに突入していたが、田沼翼に限っては、柏木なぎさとスイートでクリスマスの夜景を楽しんだ後に、モザイク処理が実行された。さらに余談であるが、柏木なぎさ、田沼翼、四条巻の希望進路は、このようになっている。柏木なぎさは内部進学、田沼翼は外部進学、国立の医学部、四条巻は外部進学、経済学部の強い大学となっている。この外部進学という共通点が四条巻が逆転できる唯一の可能性なのか否かは現段階では謎である。木野カレン、仲のいい友人、間接的にとどめを刺してしまった人丸一、2年生になりクラスは変わってしまったが非常に仲が良く、お昼休みは会長がいる2年 B 組に、五星理科と共に足を運び、柏木なぎさと四条巻と一緒にランチタイムを楽しんでいる人物。実は、日々ハードなイメージトレーニングや実践経験を積んでいるだけあり、他人の恋愛事情に鋭く、四条巻が翼くんに向ける思いに気づいていた、唯一の人物でもある。そのため、天の弱な四条巻が、翼くんに素直に思いを伝えられるように陰ながら応援していた。しかし、ある日のランチタイムに木野カレンが、とある発言をしてしまったことで、柏木なぎさが翼くんに、彼女がいるのか否かを聞きに行ってしまった。このような経緯で、ピュアな心を持つ翼くんは、四条巻ではなく柏木なぎさを意識し始めてしまった。そして一人で悶々と考えをまとめる翼くんの前に、会長に弁当箱を渡す女性、木野カレンの発言、会長の話をするクラスメイト、校内の噂などの情報が飛び込んできた。あらゆる情報を整理した結果、女の扱いが上手い会長なら、全てを解決してくれるかもしれないと考え始め、情報通であるマスメディア部の木野カレンに、最終確認をしに行った。そして大きな勘違いをした木野カレンが、翼くんの背中を押したことで、翼くんは会長に会いに行き、作中の時間軸につながり、四条巻は敗北者になった。ただ、木野カレンも翼くんが柏木なぎさと付き合い始めたことで、四条巻が悲惨なことになってしまったため、かなり自責の念を抱いている様子が見受けられる。こういった事情もあるため、なんとか四条巻をフォローしようとしているのだが、恋愛音痴の個性理科が変な勘違いをするせいで、四条巻のメンタルは、さらに寄進んでいく羽目になった。個性理科、仲の良い友人、恋愛音痴、木野カレンと同様に仲良くランチを楽しむ間柄。ただし、木野カレンとは異なり恋愛音痴のため、四条巻が翼くんに淡い思いを抱いていることに、全く気づいていない。そのため、神々の意向を浴び続け、疲れ切った彼女に対し、
トンチンカンな発言をしては、キノカレンと四条巻の辛労を積み上げている。四条巻の双子の弟であり、クリスマスにインドに行った男。突如、姉がニルブアーナを目指すという崇高な理念を胸に抱き、クリスマスの日にインドへ向かうというので、そんな姉を心配して勝手についてきてくれたらしい心優しい人物でもある。実は、物語序盤から理系全国模試で、会長と20点差をつけて1位を取っていた人物でもあり、非常に頭が良い。ちなみに、全国模試で1位を取ったのは近所の友達とサッカーがしたいという思いから、近所の公立に入学したことでそれを心配していた親を黙らせるため、という理由から、さらに、地元の弱小サッカークラブをインターハイ出場に導くなど、文武両道を兼ね揃えたハイスペックな天才型でもある模様。大まかではありますが、以上が、四条巻と柏木渚、田沼翼、キノカレンと古生理科に関する、解説になります。余談ではあるが、四条帝という名前から、竹取物語でかぐや姫に求婚した人物の一人である、帝と推測される。そして、作中で竹取物語に登場する主要人物である5人の貴公子のうち、4人と帝と月の使者が登場しているが、5人の貴公子の残りの一人である、右大臣、安倍の御牛に該当するであろう人物が、現段階では2人登場している、と思われる。一人は石上優や飯野美子と同じ1年生の安倍や優よであり、もう一人は会長である白金美雪や、かぐや様と同じ2年生の安倍和音という人物である。この二人はテストの点数や順位まで全く同じであり、作中でも情報が少ないため不明点が多いが、作者である赤坂赤先生のツイッター情報などと照らし合わせると、庶務枠に当たる生徒会の新メンバーである可能性が高いのかもしれない。ちなみに、竹取物語に登場する大臣阿部の御牛は、かぐや姫と結婚する条件として、ひねずみの皮衣も、火をつけても燃えない布を持ってくるように言われた人物である。そして紆余曲折を経て、彼はなんとかひねずみの皮衣を手に入れることに成功する。しかし、彼が持ってきたひねずみの皮衣に疑念の目を向けたかぐや姫は、本物であることを証明するために、ひねずみの皮衣を、自分たちの目の前で燃やすように指示を出す。本物だと信じきっていた彼は、かぐや姫に言われた通りひねずみの皮衣に火をつける。すると、燃えた。要するに、彼が大金を積んで手に入れ、マジマンジ状態でかぐや姫に献上した、ひねずみの皮衣は、パチモンだったのである。なんともかわいそうな逸話を持つ人物の一人であり、このようなエピソードが元になり、やり遂げられないことを、アヘなしというようになったとか。ちなみに、ひねずみの皮衣に該当しそうな人物も、現段階では一人だけほのめかされている。そのため、残りの貴公子の一人である阿部の御牛が、かぐや様から無理難題を告げられるのか否か、今後の展開が気になるところである。これらの背景を鑑みるに、安倍和音又は、安倍や優よ又は、庶務係も、会長たちと同様に、個性的で可愛らしい人物である可能性が高いのかもしれない。それでは、今回はこの辺りで終わりになります。ご指摘やコメント、皆さんの考察などありましたら、気軽に書き込んでいってもらえると嬉しいです。